どうも、皆さんこんにちは。こんばんは。おはようございます。グランツーリスモスポーツのゆっくり実況やっていきます。マニュファクチャラーシリーズ2020が開幕しましたね。だな。すでに、ステージ1の第一戦は終了してるけどね。なんで参加しなかったのぜ？スケジュール的に無理だったので。あっそ。堅くなにホンダで行くんだな。ホンダが好きですからね。この先は、前線に出場するんだな。有効ポイント制なので、各ステージで少なくとも3戦以上はしたいと思ってます。で、今ステージは何戦できるの？第2戦、第4戦、第6戦、第9戦ですね。今のところはね。でも、新型コロナウイルスの影響で、と、呼ばれていたもの、になったみたいだけど？ま、いいです。舞台は、鈴鹿サーキットです。お、これは負けられないな。そうですね。グループ4だしね。レギュレーションは、周回数、11。スタート方式、ローリングスタート。タイヤ、レーシングミディアム、ハード。使用義務タイヤ、ハード。消耗倍率は、燃料が3倍。タイヤが5倍です。まずは、予選ですね。目標は？目標は常にポールポジションです。でかい目標だな。ま、確かにポールポジション率は高いけどな。そうですね。レースの結果が問題だよな。いつものように感覚をたっぷり取ります。そろそろいいかな？何回アタックするのぜ？ワンアタックで済めば、それでよし。ダメならツーアタックですね。外外を回って直線の速度を稼ぎます。具体的には、どのくらいのタイムを狙う？ 2 分9秒台ですね。それって、現実的な数字なの？失敗しなければ、問題ないです。失敗しなければ、な。ここまでは微妙かもです。でも、この先をまとめれば、ある。またやったな、わらわらわら。しかも、ダメージのおまけ付きだしな、わらわらわら。次の周回にかけます。間に合うの？大丈夫だ、問題ない。私のアタックです。あれ、大外回らないんだな。もう、どうでもいいです。結果的にワンアタックになったな。もう、どうでもいいです。9秒台を目指します。あ、これはないな。
すぎたな。ますます休業代はないな。取れたから、よしとするのぜ。ちょっと不本意だけどね。それにしても、大差がついたな。今回のポイントです。戦略は？素直にミディアムでスタートします。何周する？11周ですね。え、それだと20秒ペナルティなんだぜ。いやだなぁ、冗談ですよー。わらわらわら。真面目な話、どうするのぜ？タイムの推移次第で決めます。少なくとも8周かな。秒差ってどうなのよ。ここまで差がつくとは思いませんでしたね。ハードでノーストップでもいいんじゃないの？それはちょっと9秒台も出したいし、何より確実に勝ちたいです。なるほどな。
初から飛ばしていくのぜ。いいえ、2週か3週は抑え気味にします。けどデグナーを苦手とする人が多いからでは？ハードでスタートしてるかもしれないし。
ましょうね。少しでも前に行きたいのはわかるけどね。決まったな。
それは痛いですね。
秒台の範囲だな。ちょっとビビったけどね。お、やばい。痛いな。ここでピットインってことは、タイヤも厳しかったのかもな。GTR は、フロントが特に暗いみたいだしね。で、君のタイヤは、どうなのよ。私的には、問題なしですね。続々とピットインだな。私のタイヤは、こんな感じですね。っていうか、30秒差って。待ちに待った鈴鹿だし、今市くんも避けたいし。あ？
今のはいただけないな。私です。そういやいたな、そんなやつ。とことん失敬ですね。小刻みに頭振ってるけど、少しでもタイヤに熱を入れようかなと。降下のほどはあったようななかったような。ファイナルラップなので、こちらにもらいます。ま、いいんじゃね？るだけ。最終結果出るまでどうすんのよ。時間よ進め。めまいが。34秒差ってやりすぎなんじゃないの？正直私も。それでは、この辺にしましょう。ご視聴ありがとうございました。よろしければ、チャンネル登録、高評価お願いします。次回のご視聴お待ちしております。合わせて、ブログもご覧いただければ幸いです。